どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回はこちら、妖怪アークサード、一気に5箱開封してみようと思います。すでにですね、5箱開封したんですが、まさかのコンプせず、今回はいけるでしょう。妖怪アークになってから、ボックスどこ見てもですね、特徴的な番号がないんですよね。アソート番号がないんで、ほんと開けてみないとわからない。妖怪アークサードは、ラインナップが全14種プラスシークレット2種です。超激レアランクがこのレジェンドブーシニアンの妖怪アーク。で、これもシークレットもあるんですけど、それを今回ゲットしたいんですよね。あと激レアランクが3種類、レアランクが3種類、土の子さん、土蜘蛛、大釜がレアランクなんですけど、土の子のシークレットもあります。あとノーマルランク7種ですね。これなんですよ。これコマさんとコマジロがセットになっているこの妖怪アーク激レアが欲しい。このパッケージにいるコマジロヒョロゲーロはノーマルなんですけど、コマさんコマジロのセットは激レアね。オールコンプリートまで残り2種。本日1パック目こちらノーマルランクですね。こちらズンドーマル。ズンドーマルさ、茹でた麺を湯切りしてますよね。で、これがナルトで豚さんラーメンやと思う。2パック目いきまーす。持ってないよ。妖怪アーク出るかな。せーの、ドン。こちら、ノーマルランクのフィルムリンで、裏面のシャドウサイドがエイガリアン。超激レアのブシニアンとシークレットの2種類はね、かなりレアだから出にくいはず。3パック目、ドドン。これは、ヒョロゲーロですね。コマジロ出てきました。カエルの妖怪。で、裏面のシャドウサイドがこちら。例えばさ、トイザラスで、この間5箱買いに行ったんですよ。5箱ください、言うたら店員さんが5パックですね、ピッピッピー言うて。ちゃう、5箱や、言うて。まあ、確かに5箱買う人なかなかいない。ないですよね。はい、こちらノーマルランクのレオン、カメレオンの妖怪ですね。シャドウサイドの姿がドクターカメレオン。ちょっとわかりにくいけど、これ白衣を着てんですよね、ドクターということで。5パック目いきます。ドドン。こちら、あ、結構レア、来ました。これ激レアランクのコマさん&コマジロ。すごい、コマさんの頭の上にカエルのコマジロが乗ってます。これ持ってなかったやつ。イチョウの葉が回ってますね。やっぱ秋やから。最近見ないけどさ、このぶら下がってる虫いましたよね。名前が全然思い出せない。これ何やっけ？ぶら下がり虫じゃなくて、何やったっけな。はい、こちら、シャドウサイドなんですけど、コマさんもコマジロもこれシャドウサイドの姿でですね、コマさんいかついよね。思い出しましたわ。これ、ミノムシか。あとは、シークレットのブシニャンが出たら、すべてコンプリートです。6パック目、ドドン。あ、マフラジバニャンですね。これは激レアランクの妖怪アーク。シルバーのシールですかね。めちゃキラキラしてます。裏面シャドウサイドがこちら。7パック目いきます。ドドン。これはノーマルランクですね。渋面剣。シャドウサイドになると面食いた。ボックスの種類がおそらくやっぱり今回も14種類ぐらいあると思うんですよね。8パック目、ズボワッツォ。これもノーマルランクですね。イカリンシャドウサイドがゲソドリル。9パック目、マイル。これはノーマルランクのライオトーン。雷がこうビリビリになってますね。1箱目、ラスト。10パック目、シークレット入ってたりするだろう。せーの。ドン。これはレアランクですね。土雲。シャドウサイドの土雲は雲妖怪です。2箱目いきます。今回はちょっとね、贅沢に10パック一気にまとめ切り。めちゃくちゃ硬い。ブリアー。では順番に見ていきます。11パック目。これはズンドーマルノーマルランク。あ、え？ちょっと待って、ちょっと待って。さっきと中身同じパターンっすか？フィルムリン。これやってもたな。コマジロのパターンでしょ？で、これがレオンの妖怪アーク。そしてこれがコマさん、コマジロの妖怪アーク。被ってもたー。まあ、あるあるですよね。ボックスの中身被るっていうのはね。めっちゃ勝手な推測やけどさ、多分段ボールでさ、おもちゃ屋さんとか入ってくるじゃん。で、こう、ボックスがこう置いてあって、で、上と下が中身同じとかちゃうんかな。で、お店の人がこうガサッと取ったら被るみたいな、そういう仕組みちゃうかなと思ってるんですけど。3箱目、1パック目あげてみます。これ、ズンドーマルだったら完全に終わったって感じですけど。ノーマルランクのこれは、イカリン。これで22パック目。持ってないやつ出るかな？シークレット出るかな？せーの、ドン。これ、大釜さんですね。かっこいい。こうやって土蜘蛛大釜見てみるとさ、なんか左右対称というか、1個の絵みたいになってますよね。東軍、西軍みたいな。はい、行きましょう。これで23パック目、ドドン。ノーマルのズンドーマル。このパターンはまだ今まで出てきてないかな。初めてのボック
クスっぽいけど、じゃじゃん、これはノーマルランクのレア。そろそろ激レアランク、超激レアがこの辺出てくるかな。せーの、ドドン。うわ、来ました。これ、しかもこれシークレットの武士ニャンニャン、すごい。抜刀しないんですよね。刀を鞘に収めてます。めちゃかっこいいね、武士ニャン。背景がですね、結構和風ですよね。松の木があったりとか、月、満月が出てます。レジェンドの妖怪アーク、すごいかっこいいですよね。コーヒー色というか、べっこう色というか、なんというか。で、シャドウサイドになると、武士ニャン、これ弓矢構えてます。武士ニャンといえば刀で真っ二つ切りのイメージなんですけど、弓矢で攻撃見てみたいよな。ちなみに通常の武士ニャンの妖怪アークと比較するとこんな感じです。全然違いますね。で、裏面がこんな感じだから、これシークレットの方は馬に乗ってないんだね。これでようやくすべてコンプリートですね。結局8ボックス開封でコンプリートできました。今まで妖怪アークのファースト、セカンドと開封してきて、これ土の子さんのレアですね。コンプリートは初ですね。シークレットとか他出てくるのか見ておこう。これは映画キャラ、座敷わらしの激レアランク。妖怪アークゼロが12月8日に発売じゃないですか。来年の1月に妖怪アークの4でしょ。で、妖怪アークの5、6と、もうね、発売が決まってるみたいです。28パック目はノーマルランクの渋面剣。ワンダフォーのイケメン剣が渋くなって渋面剣。はい、こちらフィルムリン。30パック目いきましょう。30パック目はノーマルランクの渋面剣。一応残り2箱も開封しておきましょうか。紙ボックスもしかしたらあるかもしれんし。前開封した時になんかね、超激レアのブシニャンとシークレットが入ってるボックスあったんですよね。さらにそれを超えるボックスはあるのか。ノーマルの寸胴丸。ちょいちょいちょい。これでもしフィルムリンが出たら、1箱目、2箱目と同じですやん。4箱目のボックスまとめ切り。コマジロウとかレオンとか、あとコマさん、コマジロウのアークか。じゃ、こんなことあるマジで。1箱目、2箱目、4箱目、全く中身同じっていう。ラスト5箱目、これもまとめ切りしちゃいましょうか。10パックでも結構分厚い。まず被らないかどうかのチェック。これは土の子さんなので被りなしか。あとはシークレットとか超激レアの妖怪アークが出るのか。これは激レアランクのマフラジーバニャン。43パック目がノーマルランクのイカリン。反対向きで出てくる。44パック目がこれはフィルムリンですね、ノーマルランク。45パック目、そろそろレアなやつが出てきそう。ドドン。あかんやん。ノーマルランクのライオトンですね。46パック目。あ、来ましたね。黄金の妖怪アークの座敷わらし美少年。座敷わらしってさ、もともと家に住み着いてる妖怪やんか。こんな美少年おったら女性からしたらナイスですよね。47パック目は、これは大将ですね。土雲さんの妖怪役レア。残り3パック、ズボワバ。ズンノーマル、ノーマルランク。49パック目。これはレオンですね。そしてラスト50パック目の妖怪アークがこちら。最後、コマジロの妖怪アークでした。裏面がヒョロゲーロ。最後にですね、今回初ゲットしたコマさん&コマジロ、そしてブシニャン召喚してみます。シークレットでもおそらく召喚ソングは同じはず。光ってますね。レジェンド。コマさん、コマジロのこの妖怪アークは多分セリフあると思うんですよね。めっちゃ期待高まるくん。激しいっすね、やっぱ。激レアランクなんで。コマジロの声だけやったに、さあ行くゲロー。コマジロはズラじゃなくてもうゲロなんですよね、語尾が。これもコマジロの音声かな。
お守り。今度はコマさんの声でしたね。ということで、ボックス3つが被るという事件はあったんですけど、なんとかね、持ってない妖怪アークゲット、そしてコンプリートできました。次は妖怪アーク0ですね。コンプリート目指して頑張りたいと思います。はい、ということで、今回はここまでです。最後まで視聴ありがとうございました。ゲイロー。